黄金の世紀における、スペイン帝国の領土、植民地、俗領スペイン帝国は、スペインと、その植民地、俗領などの総称である。カスティーリャ王国とアラゴン王国の合併によって、成立したスペイン王国が、ナスル朝グラナダ王国を滅ぼし、イベリア半島から、イスラーム勢力を一掃した1492年以降、 1898年の米西戦争に敗北して、ほぼすべての海外植民地を失うまでの期間を指す。帝国の名称は、その広大な統治領域に由来する。君主号とは、無関係である。1868年から1874年は、革命政権の支配の下で、国王は、空位となり、やがて共和制に移行した。とりわけ、 16世紀中盤から17世紀前半までの約80年間はスペインが史上最も繁栄した時期であり黄金世紀と呼ばれている。スペイン君主のカルロス一世が神聖ローマ帝国皇帝に即位した際にはヨーロッパにも本国以外の広大な領土を持つなどその繁栄の様は太陽の沈まない国と形容された。 長らく分裂状態にあったイベリア半島であったが、カトリック両王の下で統合を果たした、スペイン王国が1492年に、グラナダを陥落させて、ナスル朝を滅ぼし、レコンキスタを完成させた。その後、スペインは国力を蓄えていき、1519年には、国王カルロス1世が、皇帝カール5世として即位し、ハプスブルク家の全盛期を迎えるに至る。 この時代、スペインは、アメリカ大陸の発見によって新たな領土を獲得し、国家としても流星を極めていた。1521年に、アステカ王国を、1532年には、インカ帝国を滅ぼし、アメリカ大陸はそのほとんどが、スペインの植民地となっていた。帝国スペインは、フェリペ2世の在位中に最盛期を迎えた。 1580年から1640年にかけて王朝連合によってスペイン王がポルトガル王も兼ねるようになり中南米やアジアアフリカ沿岸に点在するポルトガルの海外植民地を獲得した。またヨーロッパではネーデルラントや南イタリアなどを俗領としフィリピンなどの従来植民地と合わせた広大な領土を統治する大国となった。しかし、 その知性は多難であり、イタリア戦争、宗教改革、第一次ウィーン包囲といった脅威にさらされ、プレベザの海戦、アルマダ海戦での敗北など、衰退の兆しも現れ始めていた。1588年のアルマダ海戦にて、スペインの無敵艦隊が、イングランド海軍に敗れると、スペインの衰退は、顕著になっていった。 イングランドはこの後急速に国力を高め、17世紀後半から史上最大の帝国であるイギリス帝国へと発展していった。その後のスペインは衰退の一途をたどり、1640年にはポルトガルが独立する。80年戦争の結果、レーデルランと連邦共和国も独立を確保する。さらに30年戦争に介入するが敗退し、 1659年にフランスと不平等条約であるピレネー条約を締結し、スペインの黄金世紀は終焉を迎えた。ただ、スペインの植民地は成長を続け、19世紀まで続く植民地帝国としての地位を維持し続けた。17世紀末には、スペインハプスブルク家が断絶し、王位継承問題のこじれからスペイン継承戦争が、 始まった。この戦争は12年に及び、戦後処理として、イギリスにジブラルタルとフロリダを譲るなど、スペインの影響力は著しく低下した。カルロス3世の時代に一定の中高がなされたものの、イギリス、フランス、オランダなどの新興勢力の後陣を廃することとなった。それでもアメリカ独立戦争における、スペインの躍進は、 スペインの強国としての活気を取り戻した印象をスペイン人に抱かせることとなった。しかしこの結果、新世界においてはアメリカ合衆国の独立によってスペインによる植民地支配からの脱植民地化の時代へと転換していく契機となった。皮肉にもスペイン本国からの独立を施行した旧植民地の多くがかつて スペインが独立を助けたアメリカ合衆国を参考とした新国家モデルを模索するようになる。その後はナポレオン・ボナパルト率いるフランス帝国の侵攻とボナパルト家による大いの奪取、フランスによる占領に抵抗するスペイン独立戦争1820年のリエゴ革命による王政の一時廃止とそれまでの混乱に乗じた。 スペイン領インディアス植民地の相次ぐ実質的独立など、スペインは苦難の歴史を迎えることとなる。1868年のスペイン9月革命、1873年のスペイン第一共和制成立を経て、1874年にスペインは王政復興を果たすが、1898年に勃発した米西戦争で、 アメリカ合衆国に敗北し、パリ城役によって、カリブ海域では、キューバの独立、アメリカ合衆国へのプエルトリコ活動、太平洋地域では米のフィリピン活動、米、毒によるミクロネシア諸島分割により残された、海外植民地のほぼ全てを失った。こうして19世紀末までに、かつての世界帝国スペインの遺産はそのほとんどが、失われてしまった。 これ以後、スペインはわずかに残された、植民地は、アフリカにある4つの領土のみで、北アフリカにある、スペイン領西アフリカに属するスペイン領サハラと、イフニ、ギニア湾にある、スペイン領ギニアに属するフェルナンドポーシマトリオムニ、だけであった。この4つの領土は1959年以降の1、次期フランシスコ・フランコ独裁政権の間に、 アフリカのスペインの県の地位を得られていた。北アフリカの植民地スペイン領サハラの維持、拡大を長年の隣国でもあり、盟友でもあるフランスとの提携を通じて模索していくことになる。1975年のマドリード協定によって、そのスペイン領サハラも放棄された。イフには1969年にモロッコに譲渡した。 スペイン領ギニアのフェルナンド・ポー・シマトリ・オムには1778年から1956年まで植民地とみなされていた。フェルナンド・ポー・シマトリ・オムには1959年に県となり、1964年にそれぞれ自治県が与えられていた。1968年にフェルナンド・ポー・シマトリ・オムには統合して赤道ギニア共和国として独立した。 ありがとうございます。